庭は住宅などの施設の敷地内に設けられた建造物のない広場である。木や植物、草花を植えたり、石や池などを配して、花壇として住民の安らぎや慰みとして利用されることが多い。住宅敷地の小さな空間に設けられる庭を、壺庭と、またその本格的で規模の大きなものは、庭園と呼ばれることもある。現代においては、室内庭園、 全く植物を用いない庭、なども庭と称されることもある。西日本など地方によっては、屋外の庭を、外には屋内の土間を庭と呼ぶ場合があるが、庭とは本来敷地内で作業を行うための実用的な空間を指す言葉であり、そこで行われるもろもろの作業を庭仕事と呼んだ。一戸建て住宅の庭は、その他に持収納のための倉庫、農家であれば、 な屋が設けられたり、幼い子供の遊び場となって、庭車などが放置されたり、あるいは洗濯物を干すための物干し台が設置されたり、家の中では果たすことのできない生活上の様々な用途に活用されている。また年間の様々な行事を取り行うための場所としても大切な役割を担っている。例えば、新年を迎えるにあたっての準備としての持ちき。 学校への入学時の家族揃っての記念写真、単語の節句のいのぼり、夏休みのビニールプールでの水浴びなど、また犬小屋、自家用車の駐車場など、一戸建て住宅の庭は、林家との間を、生垣やコンクリートブロックの塀で囲まれて、個人の私有地を形成している。細分化された裏庭ヤードは、建物、または、建物のグループに直接隣接する土地の領域で、 囲まれていても開いていても良い。この言葉は庭を意味するガーデンという言葉と同じ言語学の根源から来ており、同じ意味を多く持っている。多くの派生語が存在し、通常は特定の用法や建物の種類に関連付けられています。今は死語なものや使用頻度が低いものもあります。そのような単語の例は、中庭、冷え、ホップヤード、墓地、墓地、ブリックヤード、 刑務所の庭、レイルヤード、ジャンクヤードとステイブルヤードなど、壺庭とは主に京都の町屋に見られる一から二坪ほどの小さな庭を指す。家が密接する町屋の構造は、最高や通風、換気の問題が生じるため、解決方法として、林家との間に家の一部を切り取ったような裏庭を設け、壺庭と呼んだ。壺の語源は、平安時代の神殿作りに見られた。 壺と呼ばれる建物に囲まれた前提に由来するという。壺庭は町や建築が発達する近世前期に生まれた。平安時代の町割りでは家同士の裏庭は境のない共有スペースだったが、室町時代頃から徐々に兵などで境界を隔てるようになった。壺庭には灯籠や飛び石など茶室の庭先と共通するアイテムが配置される場合が多く、 その造園思想は、茶庭から取り入れられたと考えられる。借景の余地のない壺庭の策定には、家の中の様々なアングルからの干渉を考慮することが求められたが、従来の庭園形式にとらわれない自由さもあった。現代における壺庭は、換気や通風といった実用面は第一義ではなくなったが、その小規模さが日本の住宅事情とマッチしており、 気軽な策定が楽しめることで評価されている。ゴレスターン宮殿のカリム派に住みからは庭園を見渡せます。ペルシャの王は王室の庭でマジャリとして知られる豪華なパーティーを開催しました。これらのガーデンパーティーには王様のお気に入りの詩人やミュージシャンが参加しました。ワインはこれらのパーティーで提供されました。アッパース町のカリフはまた 宮殿庭園の建設に資金を提供しました。あるマウディによると、カリフ・アル・カヒルは彼の庭に方向の花、ハーブ、インドのオレンジの木を植えました。これ景色は、これらのパーティーに関連する詩に自然の描写に見ることができます。言葉、ヤードはアングロサクソン、ガーデンから来ているが、他には比較義ドコノルド・ガースは、ロシア・ゴーラド・イコール、タウン。 ラテンアムステルダム大学イコール、ガーデンイコール農場、餌場、飼料、など。ガードールと法廷を意味する、コートは、同じ根からの関連語。携帯用牛舎農業が、人生の重要な部分である地域では、庭はまた、しばしば家畜や、他の農業目的のための囲まれた土地の一部であり、しばしば牛牧場、羊飼い、ストックヤードなどと呼ばれている。オーストラリアでは、 携帯用、または移動式のヤードは一時的な倉庫の建設に使用される一連の移動可能なスチールパネルのことである。今日の北アメリカとオーストラリアでは庭は家屋や他の住宅構造を取り囲んでいるかなどどういう部分形式であってもよく通常は庭から離れている。庭は通常芝生または運動場から大抵はなっている。家屋から見て前の庭は 前提と呼ばれ、後ろのエリアは、裏庭として呼ばれています。裏庭はよりプライベートであり、従って、レクリエーションにおいて、一般的な場所である。ヤードサイズは、人口密度によって異なり、都心部では、多くの住宅が非常に小さい、あるいは全く庭がない。郊外では、庭は、より広く、パティを、子供用の遊び場、または、プールなどの設備のためのスペースがある。 イギリス英語でこれらの通常庭と呼ばれるエリアは、前提及び裏庭に再分割されるし、中庭パティオなど舗装されたエリアは、より普通にヤードと呼ばれる。現代イギリスでは、ヤードという用語は、デポや職場の建物に隣接する土地、または、建物間の土地、及び建物に隣接する未工作地によく使用されます。北米では、庭という用語は、野菜、ハーブ、花、 および、または観賞用植物の区画を含む区域のみを指す。花壇や菜園は、庭の中にあっても良いが、用語、ヤードは、ガーデンを意味しない。牧草地で飼育されている牛、サーヤード、NSW 州オールカ。ありがとうございます。